おはようございます。賛否両論の笠原でございます。はがきが届きました。やっとですね、嬉しいです。紹介させていただきます。東京都ペンネームブリッコさん。今回の笠原さんへのお題はブリ大根の冷めると生臭くなるのを解決してください。そんなね、はがきがいつか来るとは思ってました。そのためにね、僕ね考えておきましたよ。素晴らしく美味しいブリ大根、今日はねそれをお教えします。名付けて新ブリ大根、革命を起こしますよ。賛否両論笠原流新ブリ大根革命その1、切り身に直接下味をつける。名付けてブリレボリューション言えますよ。まずね、ご家庭で作る場合切り身で結構です。これね、もうスーパーとか行ったら必ず売ってると思います、ブリの切り身。これできます。でね、よくブリ大根なんかこうね、ブリの頭とかアラを使ってね、ちょっと霜降りしたりとかしますけど、それめんどくさいし、もう革命ですから今日は。直接ここに下味つけますよ。まあ、お醤油、みりんですね、これ黒胡椒、パラパラパラと。でこれをちょっと手でこうね、全面に揉み込みます。でね、このね醤油がまずブリの生臭さを取る効果ありますね。でみりんもやはりアルコール分がありますから、臭みを抑えてくれます。でこの黒胡椒ね、この黒胡椒がね、一見和食にねえっと思われがちですけれども、このパンチの効いた辛みがですね、特にブリのような脂の乗ったお魚にはとても合います。でこれも臭みを抑えてくれます。もうこの3本柱で今日は臭みを抑えると。そこです、これが革命第1です。賛否両論笠原流新ブリ大根革命その2、大根は別に煮る。続いてね、ブリ大根のもう一つの主役、大根なんですけども、これどうしても煮るのに時間かかりますね。これしょうがないですよ、大根こんな大きく切って火通そうと思ったら時間かかります。革命を起こしますよ、ね、今まで大きく切ってたから火通るの時間かかったわけです。今日はね、だいたい5センチ長さぐらいの標識切りにしてしまいますからね。こんぐらいです。どうですか、あっという間に火通りますよ。一見そんな笠原小さく切ってと思いますけど、これをいっぺんにたくさん口に頬張ればね、塊の大根を食べてると同じですから。これですよ、ブリレボリューションいきますよ。じゃあこの大根を煮ていきますね。で大根はブリとは別に煮ますね。切った大根をお鍋に入れましょう。そしたらここにね、お出汁、お醤油、みりんで、これで煮ていきます。本来のブリ大根はね、こうブリのアラと大根を一緒に煮てしまうんですけども、それでね、大根にブリの旨味をまあ含ませると。これも美味しいんですけれども、そうすると結局冷めた時にややね、ブリの臭みが大根に移ってしまうんですね。今回は大根は大根だけで煮てあげます。でお醤油とみりんでね、煮てあげますけれども、まあ、このお醤油もね、今日濃い口醤油使ってますけれども、濃い口のほか薄口、たまり、再仕込み、白と5種類あるんですが、これを使い分けられると料理の幅がぐっと広がります。例えば薄口醤油使ったり、白醤油使ったり、お醤油ってね、いろいろ種類ありますから、それを変えることでまたちょっと味の感じが変わってきて、それまた楽しいですからね、いろいろ試してみてください。ではね、そろそろ大根がいい感じになってきました。大根がね、透き通ってくるくらいまで煮てくださいね。ここでね、完全に柔らかくする必要ないです。で、ね、例えば1本ね、ちょっと取ってみて、これね、ちょっとプルーンと、わかりますか、このプルプル感いいですね、このプルプル感。まだ芯が少し残ってるけど、周りが透き通ってきて柔らかくなった、これぐらいでいいですからね。だからここにね、片栗粉でとろみをつけます。いいですね、ね、ここでとろっととろみをつけます。じゃあここでもうね、火は一回止めてしまいます。この後さらにこの余熱でね、大根に意外に火が通りますから、だからね、ちょっと食感が残るぐらいで火を止めておく、こう覚えておいてください。では次ね、ブリ調理していきますよ。賛否両論笠原流新ブリ大根革命その3、ブリの調理法。このブリの切り身に小麦粉をまぶします。パラパラパラと、パラパラパラと、ね、両面にこうね、まんべんなく米粉をまぶしてください。でここでね、
勘のいいあなたもう分かったと思います。笠原ブリ焼くんじゃねえかと。その通りです。今回のねこの革命的な新ブリ大根はブリを煮ないで焼いていきますね。こんな感じにねまんべんなくまぶします。じゃあこれ焼いていきますよ。フライパンにサラダ油入れます。だいたい火加減は中火でしばらくはね動かさないでください。これねもう入れてすぐにねもういいかしらってひっくり返す方いますけれども、そんなすぐに焼き目つかないですからね。あくまでもこのブリのね表面をカリッと香ばしく焼いてあげる。で香ばしく焼くとね冷めてもまた臭み感じなくなりますからね、いいことずくめです。あとこのねブリの皮はねこんがり焼いてあげた方が美味しいですかね。たまにこのねちょっと皮面をねフライパンにこうくっつけるようにちょっとこの向き変えてあげるのも大事ですね。こうすることによってさらに臭みも抑えられますからね、意識してね皮面を焼いてあげると。じゃあそろそろねひっくり返したいと思います。せーのパッ。あーいい焼き色ですね。これぐらいしっかり焼き色つけた方が絶対美味しいですからね。もう完全にこれでブリ子さん臭み知らずですよ。もうこの後のブリ大根人生勝ったもん勝ちですね。で片面もねさらに焼いていきます。でねブリの切り身なんかはね比較的早く火通ります。ここで焼きすぎるとパサパサになってしまいます。だからこのね見る、まあ、なんとなくなんですけどね僕がいつもやっている方法としてはね押してあげます。ちょんちょん。であ少しこうね弾力が出てきて、ね、指を押し返すぐらいの弾力が出てきたらあ焼けたなってあれです。これ分かりやすく言うとですね親指と人差し指をこうねくっつけてちょっと力入れた時のこの辺です。この辺の弾力、これうちの師匠も言ってましたからね間違いないです。これぐらいの弾力がこの切り身になったらもう OK です。さあいよいよ出来上がりですよ、ね、ブリ革命も終盤を迎えております、ね、したらそこに先ほどねとろみをつけた大根これかけますよ。で皆さんねこの中でもしかしたらブリを煮るかと思った方もいるかと思いますが、そんなことしなくていいです、ね、こちらにももう醤油とみりんで下味付けてます。でこっちにもね同等ぐらいの味付けの醤油とみりんで味付いてますから、お皿の上で出会うだけでもう完全に調和するんですね。わあ美味しそうですね。皿の上でブリと大根は出会うわけですね。そして大根つながりで貝割れです。もう革命に革命を重ねますからね。ということであっという間に完成しました。新ブリ大根の完成です。ありがとうございます。冷めても美味しい新ブリ大根、身はふんわり、あんはとろーり、新定番になること間違いなしの美味しさです。